戦争と芸術と。その後ゲオルクはどうしたか。だが残りの彼の人生についてなど誰も知らない。もうこの世にはいないのだろうと村人は大して関心も示さずにそう思ったに違いない。ところがそれから30何年からの後になってゲオルクが突然姿を現したのだ。すでに84歳になった白髪の老人は役場のあるバイタルの交渉人の家の扉を叩いた。彼は交渉人に懇願した。自分はアロイス・シクルグルーバーの実の父親であること、そしてその母親であるマリア・アンナと結婚式を挙げていたことを述べ、教区教会への届けなど諸々の手続きを取ってほしいと。交渉人はその通りに必要な書類を作り、彼の望みを叶えてやった。ゲオルクの突然の出現は村人を驚かせ、そこに何の魂胆があるのだろうと眉をひそめもしたが、その後は何事も起こらなかった。その唐突な彼の行動にいろいろな噂が立ったが、ゲオルクはその理由を村人には話さなかった。多分息子のアロイスへの思いやりからだろうと推測されるが、当のアロイスは当の昔にシュピタル村から飛び立っていった。ともかくその結果、アロイスは母方の名字のシックルグルーバー姓から自分を育ててくれた叔父のヒットラー姓を名乗ることになった。これは後年アロイスの子として生まれるヒットラーにとっては実に幸運な出来事だった。なぜならニュルンベルクのナチ党大会でのハイリヒットラーという民衆の絶叫は、彼らにとってその名は実に簡潔で鮮明に聞こえたのであるから。ここでヒットラー姓についてのその時代と当事者本人による使い分けの移り変わりを少し説明しておきたい。ドイツ人でも珍しい数少ないこの姓についてはボヘミアのモラビア地方の出身者ではないかという考察があり、そこからヒットラーボヘミアン説が言われたことがあったが、今では戸籍上も確かめようがないのでここではそのことを問わない。だから彼らが自ら使ったヒットラー姓のいくつかを羅列してみるだけにしたい。まず1672年バルテルシュラッグ村に生まれたステファンがヒードラーと名乗ったことは初めにも述べた通りである。戸籍上では彼がヒットラー一族の先祖ということになる。そして次の2代目は父親と同じようにやはりヒードラーとしている。生まれも同じバルテルシュラッグ村である。3代目のマルティンはヒトラー、4代目のゲオルクはヒードラーで、その音のヨハン・ネポームクはヒトラー、そしてアロイスがヒトラーとなり、6代目のアドルフがヒトラーとなる。またネポームクヒトラーの息子でシピタル村に生まれついていた住み着いていたヨハンナはヒュットラーと称することになる。これで4代目のゲオルクはヒードラーで、その音のヨハン・ネポームクはヒトラー、そしてアロイスがヒトラーとなり、6代目のアドルフがヒトラーとなる。またネポームクヒトラーの息子でシピタル村に生まれついていた住み着いていたヨハンナはヒュットラーと称することになる。これで見るとヒトラー姓がその時々によりいかにいい加減な呼び方とスペルで言い表されていたかがわかる。当時ヒトラー一族の中で果たして何人の人間が自分の使命を正確に綴ることができただろう。しかし自分の名前が書けないと言っても格別恥ずかしいことでもない。都会の労働者や田舎の農民など当時のヨーロッパでは識字率の低いのは当たり前のことだった。しかもヒ